青海亀、青海亀、チャローニアマイデスは、ハチウツナカメメウミガメかウミガ亀族に分類されるカメ。本種のみでウミガ亀族を構成する。インド洋、大西洋、太平洋、模式標本の産地、基準産地、タイプ産地、模式産地はアセンション島。大規模な産卵地として、インドネシア、オーストラリア、オマーン、ギニアビサウ、コスタリカ、コモロ、 サウジアラビア、スリナム、セーシェル、ブラジル、マレーシア、ミャンマー、アセンション島、ガラパゴス諸島、フロリダ州が確認されている。日本では主に、小笠原諸島で産卵し、南西諸島でも産卵する。1999年に、栄町、原南九州市で産卵が確認されたほか、2008年には、豊橋市の表浜海岸、片浜十三里で、 産卵が確認されている。また、2018年7月11日には、八丈島でも産卵が確認されている。採食を行う地域と産卵地の間を回遊。例としてアセンション島で産卵する、個体群は、南アメリカ近海で採食を行う、小笠原諸島で産卵する、個体群は、南日本や南西諸島で採食を行う、などすることもある。 大西洋個体群で、校長99から111.8センチメートルと、ウミガメ化最大種、上陸したメスの計測値。オスは上陸しないため捕獲や計測が難しいとされる。海域別の内訳は、地中海、校長65.4から79.4センチメートル、北、太平洋83.2から85.6センチメートル、インド洋、 校長87.6から93.6センチメートル。南太平洋88.7センチメートル。大西洋校長87.7から105.3センチメートル。背甲は上から見ると幅広い卵型。ンパ板は5枚。アバラカンパ板は左右に4枚ずつ。背甲や頭部、獅子の色彩は能力色や黒。火炎パ板は左右に4枚ずつ。 復興は白や黄色。頭部は小型で丸みを帯びる。粉炭はあまり突出しない。全額板は左右に一枚ずつ。目、後板は四枚。後方面は巨子状で植物を噛み切るのに適している。下顎を覆う鱗、化学輪板は左右に一枚ずつ。前足の爪が一本。頭部や四肢を覆う鱗は黄色く縁取られる。卵は 直径4.3から5 3トルの球形、孵化直後の幼体は、校長5トル。孵化直後の幼体は稀に前足の爪が2本ある、個体もいる。甲板5 0トル以下の個体では、あばら甲板や、シー甲板に放射状の褐色藩が入る個体が多い。和名、青海メや英名グリーンシータートルは、体脂肪が、 青色であることに由来する。これは主食である海藻類の色素が脂肪に反映されることによる。太平洋の個体群、特に東太平洋には他の個体とは異なる形態の個体が見られることがあり、これを独立種黒ウミガメ C アガシ G とする説もある。ウミガメ類の分類は大型の標本が少なく輸送が難しい。標本も液診標本ではなく、 白星にされることが多く形態が歪んでしまっている、および、ワシントン条約付属書 I に掲載されているため体、組織もめて加盟国間で輸送が厳しく制限され、比較検討が難しいといった問題もある。一方で1995年に発表された、頭骨の測定値の形態比較では黒ウミガメとされる、ガラパゴスの個体で切があったもの、独立種として分割するほどの異はなく、 アッシュとされている。黒ウミガメとされるメキシコ西岸の核 DNA 及びミトコンドリア DNA の分子系統解析では種内変異に過ぎないという解析結果が得られている。IUCN SSC トータスフレッシュワタータートルスペシャリストグループでは黒ウミガメを本種のシノニムとして扱っている。以下では黒ウミガメを本種のアッシュとして扱う。 熱帯から熱帯にかけての海洋に生息し、主に水深の浅い沿岸域に生息する。これは、主な食物である海藻や海草が生育可能であることによる。洋体は、外洋の表層に浮遊する藻類などに隠れて、生活し、高調30センチメートルまで成長すると、沿岸域へ侵入しそこで生活するようになると、考えられている。 水温が一時的に摂氏20度まで低下する程度であれば、ある程度の低温にも耐性があると考えられ、日本では冬季でも伊豆半島沖で採食を行っている。一方で、フロリダでは1977の1986年に海水温が摂氏8度まで低下した年が5回あり、342頭の衰弱個体や死亡個体が出た例もある。陸上では左右の前肢、 左右の後足を揃えて移動するが、斜面や危険を感じたときは、前肢と後足を交互、右前肢と左肢、左前肢と右肢に動かして移動することもある。食生はほぼ植物食で、アマモ、ウミヒルモ、リュウキュウスガモなどの海藻を食べるが、ヒクヒオドシツノマダなどの藻類も食べる。クラゲ、サルパ海面動物、魚卵などの動物質を食べることもある。日本では、 九州以北では、藻類、南西諸島では、海藻と海藻を食べる。一方で飼育下では、魚類やイカなどの動物質や、配合飼料を食べることも多く、主に植物質を食べるのは遊泳している獲物を、捕食するのが難しいためと考えられている。繁殖様式は卵生。産卵地の近くにある海洋で交尾を行う。熱帯域では周年産卵するが、 井戸が上がると産卵は主に初夏の3ヶ月に限定される。マレーシアでは終年繁殖、主に8から10月、ハワイ諸島では4月中旬から6月上旬、小笠原諸島では4月下旬から8月中旬、主に6月中旬から7月中旬、薬島では5月中旬から8月下旬に産卵する。夜間に主に砂浜にあるアダンやモンパノキなどの低木の下に穴を掘り、 日本では5の8月に1回に80から150個の卵を数回、小笠原では平均4回に分けて産む。産卵層はまず前足で姿勢安定用に全身が隠れるほどの深いくぼみ、ボディーピット、ピットをーる。その中に後足を使って深い穴を掘る。卵は45から70日で孵化する。生後20から25年で、 生成熟すると考えられているが、飼育下では栄養価の高い配合飼料を用いたため火星後8年で産卵を行った個体もいる。卵も含めて食用とされることもある。復興はスープの原料とされた。愛好会時代には保存食とされ、ヨーロッパにも大量の個体が持ち込まれた。漁業による本格、卵も含めた卵核により、 生息数は減少している。法的に捕獲や卵の採取が禁止されているところもあるが厳守されていないことも多い。一方で島などで生活する民族では重要な食料資源となっているという問題もある。バリ島では宗教儀式に用いるためアラフラ海やジャワ海から卵を大量に入手している。マレーシアのサラワク州では イスラム教徒により1930年代に200万個以上の卵が採取されたが、1960年代には10分の1まで減少している。ケーマン諸島ではジャマイカに入植していたイギリス人により組織的な乱獲が行われ、年あたり1万3000頭の捕獲が17世紀末期から18世紀にかけて行われたことで、産卵地がほぼ壊滅している。バミューダ諸島。 モーリシャスレユニオン、香港の繁殖地は消滅し、アセンション島や小笠原諸島での産卵数も激減した。一方で流通が規制されたことで産卵数が増加したと推定される産卵地も存在する。アセンション島では2006年2970年代以降の産卵数が285%の割合で増加しているという報告例がある。 コスタリカのトルチュゲロでは1970年の産卵数が約1万6千回だったが、1996年に約5万7千回に増加した。フロリダ半島では1990年代から産卵数が増加し、新しい産卵地も増えるなど、増加傾向にある。アメリカ合衆国では、トロール網にウミガメの侵入を防ぐ装置を設置することが義務付けられている。 1975年のワシントン条約発行時には、ワシントン条約付属書2、1977年に、オーストラリアの個体群を除いて、ワシントン条約付属書 I。オーストラリアの個体群は、ワシントン条約付属書2、1981年に、ウミガメ化単位で、全個体群が、ワシントン条約付属書 I に掲載されている。 ワシントン条約付属書1に記載されているため、国際取引は全面禁止され、ほぼどの国でも法令でその捕獲禁止が謳われているが、現在も、なおかなりの数が世界中で捕獲され続けている。特に、ニカラグアなどの発展途上国の海浜に面した貧しい村落では、入手可能な牛肉は、ウミガメだけというところが多く、 こうした国々の政府も捕獲禁止を表向きは是としながらも裏では国内の経済事情などを考えると無視せざるを得ない状況が続いている。しかし現在のように建前だけでも捕獲禁止が認識されるようになるまでウミガメは特に太陽上の離島において唯一利用可能な重肉であり工芸材料であった歴史がある。バヌアツやツバル、クック諸島といった 太平洋に散在する当初から成り立つ国家がその典型で、現在もその習慣から抜け切れないでいる。ハワイ諸島でも食用に捕獲され、皮は干されてハンドバッグに加工された。多数のウミガメが産卵に訪れるインドネシアの国境、イスラム教の法典シャリアにおいてカメニクは不浄とされているが、ヒンドゥー教徒の多いバリ島ではカメニクが 宗教儀式を盛り上げるために供される食材として消費されている。バリ島民にはウミガメの卵を食べる習慣がなく、カメ卵は儀式の余り物という名目で国内のイスラム教徒に売却され、結果としてウミガメの卵が珍味としてインドネシア国内で広く食べられるようになった。バリ島はインドネシアの中心であるジャワ島から遠く離れた小さな島で、同地では ウミガメ資源の枯渇を防ぐため、1950年代から儀式に使うウミガメを輸入している。こうしたこともあって、インドネシア国内における食用カメ卵はさほど重要視されていなかったが、結果としてこれがカメ卵流通にお墨付きを与えた形になっており、貧しい人々が海浜を勝手に掘り返してカメ卵を採集し、 悪徳商人らがそうして違法に採集した亀卵を市場に大量に流すようになった。平基地のちっぽけな島で宗教儀式に再始捕殺される亀などごくわずかであり、資源の枯渇など招くことはないと考えられていたが、それにかこつけて海メ資源が投人されているのが実態であり、近年ではこの宗教儀式が海メ資源の持続に世界一悪影響を与えていると説明されるまでに、 至っている。こうした当初に限らず、大陸国家においても亀は消費されており、ことに古来より、亀は万年と、その長寿を称えた中国では、その霊力を体内へ取り込む意味もあって、ウミガメを含めた亀が味として賞味され、中でも本種はその肉が微味なこともあって珍重された。現在捕獲禁止の思想が、名実ともに行き渡っている、先進国においても、 ウミガメは、船乗りが戦場で唯一補給可能な保存食ではない、重肉であったため、大航海時代から、盛んに捕獲され、食用にされた。ウミガメに満ち溢れていた、カリブ海では、早くも十九世紀初頭に、個体群の絶滅が始まっている。また特にウミガメの食習慣がある、太平洋の離島の多くを、自国の植民地下に置いた、イギリスやフランにもその習慣が輸入され、 不思議の国のアリスにも描かれたようにウミガメのスープが超高級料理としてもてはやされた。ウミガメ化全般に共通する問題として、捕獲禁止がそれなりに守られている国々であっても、漁網への困格などによる意図しない、捕殺数が多く、政府や保護団体から出される解決策が、いずれも漁業者に対して手間や負担を強いるものであるため、なかなか賛同が得られず、 父として進んでいないのが現状である。このほかビニールゴミの誤食などによっても、生息数は減少していい。ワシントン条約が締結される以前から、西インド諸島のケイマンタートルファームなどの養殖業者が本種を養殖場に囲っていた。最盛期には、出荷を待つ、青海亀を常時約十万個体も抱えていたのだが、条約締結により、市場が閉鎖され、 かなりの数の業者が破産に追い込まれた。現在は個体数を大幅に減らして、常時約1万千個体とし、目的も食用から観光へと切り替えた上で運営されている。日本でも小笠原諸島の父島及び母島において、食用目的の海亀量が認められており、年に135頭の捕獲制限が設けられている。2018年には、 翌年の交流継承に伴い行われる大城祭で木木に使用するため、小笠原村の協力を得て2018年春に捕獲された青海亀8等分の甲羅を確保したことが話題になった。近年人口負荷土地亀の放流が行われており、生息数は安定している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。